共働きとは、性教会における救いについての概念の一つであり、ギリシア語、シグマウプシロンニュウプシロンローガンマアルファーの訳語。性教会は救いを、神の恩寵と、人の自由意志の共働きであると捉える。性教会における共働きは、堕落の結果自由意志が、人間から失われているという理解を基本とする、西法教会における現在理解、 プロテスタントにおける全的堕落説、カルバン主義における予定説とは前提からして異なっている。ギリシャ語語語彙、シグマウプシロンニュウプシロンローガンマアルファは、キリスト教が伝えられる前の古典ギリシア語でも使われていた語彙であり、共同作業、協力関係などを表す。ロシア語転写からシネルギアとも表記される。シネルギーと表記されることもある。 正法協会におけるフィリップ・メランヒトン等によるものは、新人協力説などと訳されるが、正教会の共働きと、正法の新人協力説との間で、歴史的に直接の関係はない。正教会では古代、中世、近現代に至るまで、共働きにかかる概念理解の伝統が継承されている。本校では、正教会における共働きについて詳述する。 正教会は、罪深い堕落した状態にあっても、なお、人には、自由な選択の能力があると信じ、救いを、神の恩寵と人の自由意志の共働きであると、捉える。堕落の結果自由意志まで失われているとの、アウグスティヌスの説を正教会は取らない。神学者グリゴリーは、私たちの力の内にあるものと神のくださった救いが、共に必要であると述べた。 人の救いのための神の働きは人間が行うことからは比較にならないほど重要であるが、それでも人自身の神の救いの行への自発的な関与も不可欠であるとされる。共働きに関する教えは人間の働きの側に課題な位置づけをし、異端に導きかねないとする予想される批判に対して、正教会自身が自らの答えがすべてを言い尽くすものではないことを認める。 神の温調と人間の自由との内的関係は常に人間の把握を超えた神秘であるとされる。こうした人間の把握を超えることを示す聖書箇所としては、ローマの神徒への手紙11時33分が挙げられる。聖書とパウエルのイコン・リオンの聖地名者イリネー神学者、グリゴリーのイコン・エギペトの聖大マカリーニッサの、グリゴリー・イヨアン・カッシアン・かつに表信者シマクシムの 遺婚神の像と二とは、聖教会の人間とは、神の遺婚であるとする人間間の基礎となっている重要な概念である。旧約聖書の創世紀一章26節27節において、神は自身の像と二に従って人を創造したとされる記述があることが元になっている。表信者聖マクシモスによれば、像とは人間の作られたままの形を指し、二とは、 作られた人間が神の力と働きに預かり、神との交わりの中に生きる過程を言うとされる。聖教会は、神の像は、困迷したのであって絶滅したのではない。人は失われたが像は失われていないと主張する。また、人間の誰もが、ハリストスの救いに手を差し伸べる自由意志を保持していると、する。聖法教会が前提とする、現在理解。 プロテスタントの多くに受け入れられる全的堕落説及び自由意志は人間の堕落の結果失われたとするアウグスティノスの主張に対し、正教は同意しない。そのため、これらの正法における基本概念をもとに行われたペラギウス論争などに対する正教会の態度も、正法教会とは必然的に異なるものになる。以上のような人間観を基礎として、正教会は、 罪深い堕落した状態にあっても、なお、人には自由な選択の能力があると信じ、救いを神の恩寵と人の自由意志の共働きであると捉える。聖子とパウェルによる、コリンフゼ全書3、9にある、我らは神の道路者なりが参照されるほか、リオンの聖、イリネーによれば、ルカによる、福音書1章38節に記された、生信条福音において、 生仮民女マリアが応答したことも、共働きとして理解される。これら共働きをめぐり、不主教、カリストスウェアは、正教会の立場が誤解されないためのポイントを三つ挙げている。ペラギウス主義、反ペラギウス主義に対して、正教の立場からは、どのように考えるのかについて、そもそもペラギウス論争は、西法教会における論争であって東方には、 わずかな影響しか及ばなかったとされるが、以下、特にウラジーミル・ロースキーによるまとめに従って述べる。東方は、神の恩寵と人の自由意志という二つの契機を分離しない。神の恩寵と人の自由意志は共に現れ、一方がなければ他方が理解されないというものである。ニュッサのグレゴリオスは、恩寵と自由意志は一つの現実の両極であるとしている。ロースキーによれば、 ペラギウス主義は恩寵を人間の意志の孤独に対して与えられる報いとしたが、ペラギウスの根本的な誤りは、恩寵の神秘を合理的なレベルに移し、恩寵と自由意志とを並列的な離れた二つの概念としてしまったところにあるとされる。恩寵と自由意志とは、本来は一つの精神的秩序に属する現実として、一致しなければならない。またアウグスティヌスについても、 対ペラギウス論争において、ペラギウスと同様に合理的レベルに立つという誤りを犯し、問題解決を不可能にしたとされる。ヨハネス・カッシアヌスはこの論点において、東方の代表者とみなされる。カッシアヌスは、ペラギウス主義をめぐる論争において、反、ペラギウス的でありかつ、反アウグスティヌス的であった。こうしたペラギウス、アウグスティヌスの両者いずれにも組みしないカッシアヌスの態度は、 ハンペラニウス主義とみなされ、教説については異端宣告まで出された。しかし東方では伝統の証人として評価されている。カッシアヌスはベネディクトゥスよりも前に西欧の修道院制の父となった。ありがとうございます。